高見さん、今日の一発芸をお願いします。はーい。ラインあれ、今日誕生日、22歳お誕生日おめでとう。ほんといつもありがとう。これからもよろしくね。とりあえずほんまにご飯行こうね。大家さん、お誕生日メッセージありがとう。ところで高見さん、稽古終わり何してんの？もっとエモくなってくれよ、この変身に。皆さんこんばんは、大谷梨香子です。高見直です。またやん。いや、これまあ続編っていうことなんですけど、うん、ね、こんなに長くね、ありがとう、本当にいつもありがとう、これからもよろしくね、みたいな書いてるわけです。絵文字付きで、もう、うん、キラッキラっとした絵文字付きで、うん、大家さんはね、それにね、絵文字もなしに、お誕生日メッセージありがとう、ところでな、何してんだ、みたいな。いいよ別に。しかも1日遅れで本当にね、私何見ないんだよね。雑すぎる。いやでもね、高見さんもいつもね、0時に送ってきてくれてたんですよ、毎年。けどなんかね、すごいお昼過ぎとかに来たから、あ、今年はそんな感じね、みたいな。そう、ちょっと緩い感じね、今年からと思って、うん、まあいいかなと思って、一応ありがとう言わななと思って、ありがとうって言って。はいはい、もう LINE さ、ちゃんと考えて返さなあかんくなるよ、これから。いや、考えて返してよ、これ。いや、考えてないよ。考えてない。LINE は考えてないよ。まあね、そういうもんになってきてますけどもね。そうそうそう。いや、せーのは今夜も30分間ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手は、大江里香子と、高見直でした。最後に大家さん、エンディングの一発でお願いします。はーい。高見さん。はい。誕生日会何したい？あ、やっぱ占いをね、やってほしいですね。え、うざー。すいません。なんでもない世界。